六、七、八、九、十。ハンドスピナー。せーの、ハローでーす。ディスチャンネルです。今日はイギリスの生理用品についての動画です。なので、お食事中の方はあんまりおすすめしません。今までいろんな生理用品使ってきたんですけど、じゃーん、このオールウェイズっていう種類が一番良かったです。はい、これが20枚入ってて夜用です。これは私はこのやつ、ここのやつ使ってます。私はもう絶対横漏れとかしたくないんで、絶対羽根付き使ってます。じゃあ開けてみます。こんな感じ、あんま日本のやつと変わらないですよね。はい、こんな感じです。これ私1枚でめっちゃ十分です。これめっちゃでかないですか？自分の顔よりでかいもんこのシールめくったら羽になるので、そのシールめくって、この側にこうつけるみたいな感じですね。もったいないから。ちょっと戻しとこう。これね、こっからでも匂いするんですよ。この石鹸、このやつは匂いがついてて、ここ開けてるんですけど、こっからでも匂ってきます。結構きつい、石鹸の匂いがしてます。で、取り出してつけたら、まあ、ちょうどいいというか、まあ、普通にこの距離ぐらいからも匂うんですけど、石鹸の匂いがします。匂いが気になる方はおすすめです。でも逆になんか私の友達でこの匂いが無理やから使えへんって言ってた人もいました。なんでその匂い自体は好き嫌いはあんまりないと思うんですけど、この強さが結構わーってなる子がいるので、そこは一回買ってみて試したらいいかなと思います。で、普通の費用はこっち、これを使ってます。はい、でこれも羽根付きで、この一番ちっちゃいやつのサイズを使ってます。これは26枚入ってます。ほんまは開け口ここやったんですけど、もうすでに開いてるっていう、ほんまがさつやわ。で、まあこんな感じですね。で、開けていきます。あー、使わへんの、もったいない。ここにテープがついてるので、テープ外して使える。これもさっきと同じようにすごい匂いはしてます。石鹸の匂いがします。でナプキン使った後、ここからこうくるくる丸めてここに貼るじゃないですか。で、他のなんか生理用品やったら巻いてもなんかバーンみたいに出てくる時あるじゃないですか。で、これあんまないんですよ、そういうのが。一回巻いてみますよ。はい、巻いていきます。逆やん。まあ今逆やった。はい、あ、なった、はい、巻いたらこんな感じ。結構私はなんかバーンってならへんイメージです。なんか歯が巻いてもうすぐもなんかバーンってならへん、なんつったらいいん、はい、私心配の時はもうティッシュでくるんでポイってしますけど、でも基本的に多分これでしっかりギュッて締めれば大丈夫です。今はもうずっと持ってるんですけど全然開く気しん。ほら、6、7、8、9、10、11、10、結構続いた。ほら、生理が終わりかけの時に、これはオールウェイズじゃなくて、私は、あ、オールウェイズやった。全部オールウェイズやわ。このサイズ使ってます。はい、ちょっと薄紫のこういうやつ、裏がこうなってますですね。ちょっと明るすぎるんですけど、ちょっとあんまりうまく映ってくれない、ごめんなさい。なんかないかな。あ、これあるやん。はい、これ。いや、余計。あ。何してるんやろ。生理用品をこうやったことないんだけど。あ、いけたいけたいけた。はい。で、裏がこうなってて、これが全部シールになってます。なんで、これを全部ベリって剥がして、で、下着につけれるようになってます。はい。でね、これはね、匂いついてないんで、あ、最悪。
でも、もう割りかけなんで別に匂いついてなくても私はいいかなと思ってます。そうね、箱がね、なんか気づいたら箱が壊れてて、もうこれ全部ポーチの中に綺麗に入れてるんですけど、箱出てきたんですよ。そんなこれ、いや、どうやったらこんなぐしゃぐしゃになる箱。すごいわ。そう、で最初はこうやって箱からこうやって出してたんですよ、この箱に入れて。こんなもういつかこんななってたんで、ちょっとびっくりしたんですけど、めっちゃいろんな種類があって、これはティーバッグ用です。あんまりティーバッグ用の生理用品ってないですよね。今使ってるのはここにあるやつですね。でもこの中のどのサイズかわからないんですけど、3ミリって書いてるから、どれ、あ、わかった、ノーマルのこれを使ってます。はい、これとこの違いがあんまり分かれへんけど、この私が使ってるなんか側、ここの側がなんか紫色になってたやつのノーマルなんでこれですね。何が違う。で、次はタンポンの紹介なんですけど、私タンポン基本的に使わないし、めっちゃ苦手やし、未だに付け方わからないんですよ。で、でもどうしてもとか、何かあった時のためにと思って一応持ってるんですけど、イギリスのタンポンはこれです。見える？ちょっとマリコの鏡で、あ、これこんなやつです。で、ここツイストって書いてるので、ここをひねって開けます。この青いのが紐になってるので、つけてから紐をこう伸ばすみたいな。はい、これが日本のやつですよね。日本やったら開け口があって、久しぶりに見た。これうちさ、いまだに使い方が分からんねんけど。はい、でここのつまみを引っ張って、パチンってなったら準備完了って、私これ知らんかった。これをそのまま入れてて、で、あとこれ押してた。で、空入らんわ。用意して、で、こうやるっていう、すごいな。はい、で、まあ、これはゴミにポイって捨てますよね。もうこれは、いや、もうこれで頑張ってみたいな感じですよね。もうこれを普通にブスって刺して、手がドラキュラになって、あの手洗い場に行ってこうガーって洗うしかないですよね。私タンポン使わないんでわかんないんですけど、これどうやってみんな入れてんのやろ。これハンドスピナー、うわ、やり方めっちゃ間違えてたやん。戻らんねや、これ捨てるしかないな。これすごくないですか、このめっちゃ画期的やわ。でも多分イギリスやったら、プラスチックがねーって言うんでしょうね、多分。日本のやつはマジで素晴らしいと思います。使わんけど、イギリスのタンポンは多分基本的にこれなので、手がドラキュラになるのが嫌な人はもう日本から持って行った方がいいかもしれないです。そんなに日常的に使わへんのやったら、買った中でも一番後悔した生理用品ちょっと紹介します。なぜかあったんですよ、私捨てたと思ったんですけど、しかも旦那の部屋から1個出てきたんですよ。安いスーパーのブランドのナプキンを買ったんですけど、これです。これやばくない？この厚さ、ね、ちょっと開けていきます。なんかこんなに引くわ、なんかこんなに分厚いから、なんか夜用とかでしっかり吸収してくれるんかなって思ってたんですけど、もう全然吸わへんし、なんかなんならもう漏れてくるし、こんなになんか暑いし、ゴワゴワするし。はい、この分厚さの違いすごくないですか。ふわふわなんですよ、こっち、ね、全く吸い込まんし、ほんでなんかほら、なんかもういいことない気がしません。で、これ一応羽根付きなので、ここからペロッとめくれるんですけど、はい、こんな感じですよね。匂いもついてない、こういうやつをおすすめしないです。なんか分厚いからめっちゃ吸い取ってくれるんかなと思ったんですけど、薄くてもしっかり吸い込んでくれるやつはあるので、
はい、ということで今日はイギリスの生理用品についての動画でした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。はい、ここでタンポンにまつわるエピソードがあるので、それを最後にして終わろうと思います。大学の夏休みに友達と何人かでフィリピンに行った時の話なんですけど、いつも海で遊んでいたので、いつものように誘ってみると、その友達の一人がなんか行こうかみたいな感じで、なんか乗り気じゃなかったんですよ。でどうやらその友達は生理やったらしくて、タンポンつけてたんですけど、いつもじゃポンって入るのに足だけ使ってパチャパチャってしてる感じやったんで、でつけてるから入ってしまって大丈夫やんって言うと、その友達は結構ガチめのトーンで、違うねん、サメ来るかなと思ってって言ってたんですよ。いや、そんな浅いところまでサメ来やんやろって思ったっていうお話です。もしみんなも生理用品のエピソードとかがあれば、コメント欄で教えてください。じゃあまた次回お会いしましょう。バイバーイ。